はるか、ことね、まほ、私たちは、チェイホでーす。本日の企画は、ブレイクダンス初挑戦。はい、というわけで、ここはどこですか？ビートスター。はい、そうです。はい、今日はここで、ブレイクダンスを教わるんですけれども、やっぱりね、ブレイクダンスといえば、あの方たちがいらっしゃるじゃないですか。いますね。早速お呼びしていきましょう。はい、リアルアキバボーイズの皆さんでーす。せーの、オートハッパリー、リアルアキバボーイズでーす。お邪魔します。やば、本物だ。ブレイクダンス踊ったことないんですよ。いやでもなんかそんなにね、できそうなイメージありますけどね。そうですか。ハードル上がってね。今日から B ガール名乗ってもいいんじゃないですか。あ、そういうイメージ。では早速教えていただきましょう。はい、せーの、レッツチェイゴー。と、その前にリアルアキバボーイズさんたちが一体何者なのかをご紹介いたします。リアルアキバボーイズは日本のダンスパフォーマンスチーム。それぞれ多大なる経歴を持っており、2007年に結成され、メンバーチェンジを経て現在の8人体制となる。ジャンルは主にブレイクダンスであり、パフォーマンスはこちらだ。はい。はい。ありがとうございます。はい、というわけでですね、まず私たちがどのぐらいのレベルなのかちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ行きましょう。はい、ミュージックスタート。ゴー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 。スペシャルパフォーマンス。おお、でもいい、いいですよ。はい、ということで早速レクチャーしていきたいと思うんですけど、今日はですね、3つカテゴリーを分けてやっていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ブレイクダンスの中だとトップロックっていうのがあってですね、まあ、これが、はい、もしかしてだけど、え、もうこれトップロックや。そういう感じなんですね。今びっくり、はるかちゃんどうしたの。ヤマさん、開けてるよ。ヤマさん、開けてるよ。ヤマさん、ヤマさん、なんか涙になってる。ということで、じゃあ今日はトップロックまず教えていきたいと思うんですけど、はい、簡単なステップをまず
やっていきたいと思うので、ちょっとね、しっかり覚えてもらえたらと思います。そして見てるみんなも、もしあれだったらチャレンジしてもらえたらと思いますので、ぜひやってみてください。じゃあまずは、足をちょっと大きく広げて、はい、手をちょっとクロスしていきましょう。はい。よくやるやつなんですけど、ここから手を開いて足を前に出していきます。そうそう、あ、前ですね。で、戻して、はい、今度逆。戻していきます。そしたらだんだんこれを早く。はい、よく見るやつ。よく見るやつ。これよく見るやつ。そうそうそう。そう、こんな感じ。あ、でもさすが。やっぱみんなはもうダンスね。知ると全員綺麗、はい。いいですね、いいですね。そうそうそう。これがまず、2ステップって言われてるトップロックの一つでございます。じゃあもう2つ目いきたいと思います。はい、2つ目は、サルサロックって言われてる動きなんですけど、キックして、こういう風に足を出していく動き。そう、はい、サルサからね、ちょっとヒントを得てできた動きなんですけど、そう、キックして、横。キックして横、あ、いいですね、トントントン、うまい、これもよく見る、うまい、だから新鮮っすね、はい、すごい、いいですね、めちゃめちゃいい感じ、初めて見るチェコだ、で結構慣れてきたらちょっと荒々しくやっちゃっていいんで、ちょっと横の壁を押すぐらいに気持ちこっちにこう、やっちゃってもいいと思うんで、そうだね、そう、はい、そしたら、じゃあ早いですけど、ラストいきたいと思うんですけど、アップロックって言われてるステップがあるんですけど、アップロックをちょっとやっていきたいんですけど、まあ、4つの動きになってて、まず1回で1で跳ねて、で、2で開いて、あ、開いて、で、ちょっと簡単なやつでいくと、タッチして、好きです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 、3、2、4、あ、そうそうそう、1、2、3、これで2秒前です、あ、いいですね、じゃあちょっと2回やってみましょう、連続で、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、わー、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、じゃあちょっと見せるから、はるかちゃん前で、どっから声出した、油断してたんですよ、5、6、せーの、はい、ということで、まあ、今のがトップロック。基本こういうのを使っていろいろこうバリエーションでいろいろ見せていくのがトップロックの種類になりますので。はい。ヨコちゃんめちゃめちゃ完璧でした。やったー、はい、素晴らしかった。じゃあ次のカテゴリーに行きたいと思うんですけど、はい、次のカテゴリーは教えてくれる先生をご紹介したいと思います。リアル秋葉ボーイズから村富さん、お願いします。お願いします。お願いします。教えられるか分かんないんですけど、頑張ります。カメラに背中向けて、正面向いて。頑張るので、フットワークというのをレクチャーしたいと思います。お願いします。じゃあ行きますよ。まずは、右足から、嫌いな人がいると思って、肘蹴りで、膝だね。膝だね。膝だね、今。膝じゃないね。膝を上げながら、次の足をぴょんぴょんってやって、こういう状態です。そうそうそう。そうです。これが、まず、ドロップというフットワークに入る動きなんですよ。ポンポン。じゃあ、ここを入ったら、こっから難しいですよ。右手をついたら、はい、右手をついたら、このまま右足を出して、あ、来た！そう、この左のかかとを上に上げます。あ、でも一回上に上げたら戻す戻す戻す、そう、ワンエンツーで手を変えて、はい、スリーエンフォー、そう、じゃあそっから左足をこのままこう、そうで、ここの膝ちょっと前でやるんかけてかけて、おー、ロッポ、そうです、そうです、ロッポ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 、これでロッポの初めの状態に戻ります。はい、はい、そこからじゃあロッポいきます。まず右足から左足をこのお皿、膝の裏に入れます。2、はい、そう、こっからグーって前に足出して入れ、出したら中に入れる、中にグッと入れる、そう、覚え早いわ、本当に。師匠師匠って呼べた、師匠ほどでもないわ、わちゃん、何言っとんねん、わちゃん。
最初の部分は先生見せてもらって、その後にね、あのみんなも一人ずつやっていく。そうですね、じゃあ、はい、じゃあ先生一回流れ、先生ちょっと一回確認して、はい、動きを、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイブ、エン、シックス、セブン、エイト、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイブ、シックス、できるまで、帰るまで厳しい、はい、今日夜の12時まで行けるんで僕まだまだあるよ、まだまだあるよ、じゃあ早速じゃあ一回チェアってどんなものかっていうのを先生に見せてもらいたいと思います。じゃあお願いします。はい、チェアというのはじゃん、こういうやつですね。すごっ、向いてる、これチェア、これチェア、それチェアじゃない。じゃあまず、右手、うん、右手をお腹のおへその右あたりに置きます。でこの状態のまんま、床に入ってこの状態のまんま、頭、手を使って、はい、この3点でまずこう入れ込んでいきます。この お腹おへその隣の右に入れた状態で、なーい、今言ったこの3点は覚えてもらって、はい、まず左手を自分の右膝にまずくっつけます。でさっき言ったこのちょうど盲腸のこの辺りですね、盲腸この辺に入れ込んだら、このまんまの状態で維持しながら頭を突きに離さないようにと、そう、そう、このまんま入れて、おお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 、体倒していくと、体固まってるんで足上げるだけ。おお、すごい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 、だけで、はい、これ多分あの練習家とかでもしてれば絶対できるようになります、うん、なので、はい、これは大丈夫なんじゃないですか。やった、はい、じゃあ、はい、今まで教えたポップロック、フットワーク、チェアを一回全部つなげてやってみましょうか。おやばい、できるかも。さあそれではいきます、ミュージックスタート。この後いきますよ、5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109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 
皆さん今めちゃめちゃ良かったね。めっちゃ良かったます。はい。なんかめっちゃ楽しいです。やった。魅力が伝わったね。ね。はい、ということで今回はね、はい、シェゴチャンネルの方でもうブレイクダンス初めてということだったので、はい、協力できましたかね、僕たち。いや、もうめちゃめちゃこれからの CD 使わせて。おー、待って、楽しいな。シェゴチャンネルのやってみたで、ちょっとフロアが入るかもしれない。ね、僕ら感動しちゃいますよ。まんまかけ出すけど。いや、ごめんなさい。今日ちょっと大丈夫です。ここから私たちあの RAB さんとコラボさせていただいた動画が RAB さんの方でも載ってるので、ぜひ皆さん見てください。お願いします。お願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは以上、